はい、ドラムインストラクターの山部幸雄です、今回はですねシングル&ディドルスと呼ばれる、テクニックを紹介してみたいと思います。聞き慣れない方も多いと思うんですけども、通常シングルストローク、一つ打ちと言いますけども、これと、ディドル、まあ別名ダブルストロークですね。ディドルとはダブルストロークの1回、つまり1かけらのことを、指しているんですけども、それを別々に演奏するっていうフレーズの方が多いですね。まあこのような感じですね。まあそれとはまた別で、2つ打ち、つまりディドルの間にシングルストロークがサンドイッチされているというような感じなんですね。つまり2つ打ちやって1つ打ちやるとか、1つ打ちやって2つ打ちやるとかっていうふうに、使っているのであって、2つ打ち、ダブルストロークそのものの間にシングルストロークがこうやって挟まっているということですね。もしくはこういうふうになっているということですね。こうかな。はい。こういったので特に有名なものがあります。つまりシングル&、すいません、シングル&ディドルスには種類がありまして、一番有名なものにヘルタと呼ばれるものがありますね。はい、このヘルタは日本では通常よくバケラッタなんていうふうに、呼んでる人もいますけども、パラッタ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 パケラッタパケラッタパケラッタ、これは典型的なシングル&ディドルスなんですね。叩き方としては、右手がまず、スタートとしたら、右手がディドルですね。つまり2つ打ち、この場合3連符のリズムとして考えていくとこのようなタイミングになります。つまり3連符の1個目と2つ目に入ってくるディドルですね。右手がワン、ツー、スリタタフタタ、そして左手が、その間に挟まってくるとちょうどこういう均等な、これで聞くと、8分音符の連続で、単にタン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 って同じことを叩いているだけに聞こえますけども、この音自体が、右手のディドルの間に1個挟まる形になるわけですね。そうするとこういう風になります。デモンストレーションで分かりにくいんじゃないかなと思うんですけども、要は右手だけ取り出すと3連符の1個目2つ目に入るダブルストロークになってるんですが、左手が入るおかげでタララッタっていう風に右左右左の手順に結果的になるんですね。つまりということはシングルストロークの普通の繰り返し交互の叩き方と、変わってないんですよね。16音符を叩くのと、タイミングをちょっとこう歪ませてるというか変えてるだけですから、こういうふうにするとヘルタになるわけですね。くどいですけども左手が均等に同じ叩き方を繰り返しているようにすると、正確に打てることが、可能になると思います。ちょっと難しいのがこれをひっくり返して左手からスタートするわけですね。そうすると意外と左手からスタートする方が難しいです。一番、ポイントとなるのは右手が今度は、均等なされ方にならないといけないということですね。さっきの左側と反対で右側に、その均等なされ方が、いきます。このような感じですね。で、今度は左手が、2つ打ちダブルストロークになります。ここでも先ほどの16分布の交互の叩き方と、トレードして交互にやってみてタイミングを歪ませることでヘルタにするっていう風なのもいい練習だと思います。
れをいつでもさっと右手でも左手でも、繰り出せるようにしたり、もしくは、この、ディドルとシングルストロークの組み合わせであるタララっていうタイミングのところですね、ここをシフト、つまり移動してアクセント移動のようにして練習する方法があります。それを今からやってみますけども、ちょっと工夫して、右から入ったら同じ音型を今度は左手から入れるようにするために、4拍目をですね、4拍子の4拍目をライデフライ、つまりシングルストロークを1回入れると次の拍の頭が左手からになりますね。そしてまた4拍目に今度はレフライレフと入れると今度は右手が頭になります。そういう風なのを利用して、やってみたいと思いますね。で真ん中に出てくる、セクションが今度はタッタカタッタッタカタッタッタカタッタッタカタ、つまり、シングル&ディードルスが入ってるところが3連符の2個目からと、いうフレーズですけども、これがタッタララッタッタララッタッタララッタッタラッタッタカタッタッタカタッタッタカタッタッタッっていうリズムになります。そして今度は3番目ですね、は今度は3番目の音から、タカタッタッって始めますから、タッタッタカタッタッタカタッタッタカタッ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 タカタッタッタカタッタッタカタッタッ、これをちょっといろんなテンポでやってみたいと思います。まずはちょっとそうですね、遅めのテンポ100を、時間の関係で1回で止めて次の、最初の、ヘルト、普通のヘルトに戻ったところで やめましたけども、はい、この練習すごくいいですね、はい、じゃあ次はこれをちょっとテンポアップしてみます。さらにテンポを上げてみますね。今みたいですね、高速になってくるとどうしても体に力がこもってしまいやすいのですが、その理由としてはですね、例えば一つは慣性力とか遠心力と呼ばれるものみたいなのが、生まれている場合に、それを制御できなくなってくる、つまり力と力が衝突してぶつかっていると僕は呼んでるんですけども、そういった状態が体の中で起こっていることが、一番の原因だと思います。感覚的に言うとスティックを振るというような言葉が、当てはまるような現象がありますけども、僕の場合はスティックをできるだけ振るっていう感覚はやめるようにしています。スティックは振るものではなく押すとか、もしくは何て言うんですかね、沿ってスティックの上に沿っていくっていうような感じですね、うん、っていうのが、いいのではないかと思っております。というのはどういうことかといったら、例えば、皆さんがこうブランコを押すとしますよね。ブランコを押そうとするとブランコがここにまだ残っていこうとしている力、これを停止慣性力と言いますけど、それに抵抗するように押さないといけません。そうするとどうしても最初の初動ですね、始まり、動きの始まりに、すごい負荷がかかってしまいますね。ところがそれを例えばこうやって引き上げて、これが基本フォームというかスタートポジションしていると、離すだけでストロークがスタートするみたいな感じでブランコを揺れますね。しかも綺麗に揺れます。止まってるものをいきなり押すと綺麗にならずにブレることがありますね。ですから、もうすでに動いてるものを多少こう押すのはまあいいとしても、基本的には止まってるものをいきなり動かそうとするとそういう
負荷がかかるということですね。またそれによって生み出された、アクセル的なこう向こうに行こうとする惰性の力ですね、それがまた中に働いている慣性力なんですけども、それがまだ向こうに例えばこっち行ってる時にそれが残っている時に無理やりこっちに持ってこようとするようなことがあったら、向こうに行く力がこっちに持ってこようとする力と、拮抗して衝突して、力のロスになると思います。つまり遅さとか緊張につながるんですね。それで体に力がこもったりとかスピードが上がらなかったりということになってきますね。そういったことができるだけないように、気をつけて、やる必要があります。その具体的な、どうすれば衝突を避けられるかということについてはちょっとここでは、時間の関係で、長くかかってしまいますのでちょっとまた別項目ですからやめときますね。でもヘルタとかこういうシングル&ディドロスを演奏するときはそういったことが特に起きやすいので、意識しておくことが必要ですね。またこうヘルタというのはですね、軸をこう移動させていく感覚も少しありますから、例えば右からのヘルタだったら左手の方が軸になりますし、左手からのヘルタをすると右側が軸になっていくっていうのを意識できるようになると、やりやすくなりますが、最終的にはここに軸があるここに軸があるってことを意識しないでも、できるようになるといいと思います。ではですね、次にこれ32分符と16分符の、バージョンでやってみたいと思います。そうすると、5ストロークヘルタと呼ばれるものになってきますね。タカダッタッタッタカダッタッタッタカダッタッタッタカダッタッタですね。タカダッタッタッタカダッタッタ。これはライレフライレフライ。そして今度は左手からになります。レフライレフライレフですね。この場合は3連符と違って一方通行でずっと右から拍の頭に張っていくんではなくて、拍の頭とか中身が、拍ごとに右左が反対になるということになりますから非常にこれも、練習になりますね。はい、ではちょっと16分符32分符のバージョンで入れてみましょうか。見ますね、最初はすごくゆっくり、70ぐらいで。今の手順ですね。これを少しずつテンポアップしていくときにディドルの部分が注意ポイントなんですけども、2つ打ちだからといって俺はこうやって2つ目をこう指で掴んだりとか手首で打とうとこう意識が入りすぎるとリズムが崩れたり、部分的な緊張が高まって、全体がうまくいかなくなったりしますね。はい、流れが悪くなるわけですね。じゃあ次に、それではさらに、高速テンポ110で演奏してみましょう。32分音符の、タイミングのところでリラックスを心がけて、ギュッと力が入ってしまったりとかしないように気をつけましょう。